ワン、ツー、スリー、フォー、レッツゴー、さあ行こう、ウクレレリュックに放り込む。どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はお知らせ動画。いよいよ3月に入ってきまして、3月もガズレレイベントあります。はい、どこでやるか。まずドン、3月30日三重県四日市市、翌日3月31日浜松でガズレレ開催します。レッツゴー最高ツアーということなんですけれども、今回はですね、ちょっと今までと趣向を変えた濃厚リズムセッション、いやいや濃厚リズム、なんかね、寺子屋みたいなのやろうかなと。ちょっと普段のガズレレイベントではやらないぐらい、この8ビートとか16ビートとか、その弾き方にフォーカスして、最後はみんなでその弾き方を応用して、曲をやる。もちろん皆さんのやりたい曲もどんどんやる。ちょっとで今回はレクチャーをね、深めるっていうのもいいかなと思いまして、ね、もちろんもうどんな質問も受け付けますんで、はい、お気軽に、参加してください。三重県自体は、2年ぐらい前に津市っていうところに行ったことあるんですけど、まあ、今回四日市ですんでね、初めて行くところ、あと浜松も、静岡県の浜松は行ったことないところなんで、初めてのところで本当に、なんて言うんでしょうか、不安もありワクワクもあるんですけど、こう YouTube ご覧になってる方はね、ぜひ来てみてください。遊びに来てください。私がいますよ。そしてですね、どんな質問にも答えますから、リクエストみんなでやりましょう。みんなでこの曲やろうかって方はやる。やっぱりね、ぜひ今回体験してほしいのは、一人でやってるのももちろん楽しいよ。みんなで やる。みんなで同じ曲をダーンと思いっきりやるっていう楽しさも、今回、こういうイベントでないとなかなか味わえないですからね。あと聞きたいこと、自分が不思議だなと思ってることも何でも聞いてくださいませ。何でも答えますから、私。お一人様も大歓迎。もちろんお仲間とか家族とかさ、お友達、ウクレレ仲間、もうそれはもちろん大歓迎ですよ。お一人様がね、どうしようかな、行きたいけどちょっと怖いな、私、とかそういう方多いんですけど、安心してください。私がいるから大丈夫。もう、大体のどこのイベント行ってもそうです。本当にね、いい人ですよ、私は。自分で言うなって感じ。まあそうなんです。そのぐらい気楽な感じです。やっぱりね、音楽を楽しむ。ここがもう、根底にあります。それを一緒にやろうよってことですから。お一人様でも、ちょっとなんか、もう勇気がいるんですよね。でもわかりますよ、すごく。わかります、わかります。はい。まあもう、その時にまあ、みんなでね、いろんな曲やったり、いろんなリズムを勉強しながらやったりとかして、もし、調子が良ければ、そのまま、ライブ配信とかやりましょう。はい。全世界に向けて。はぁ、楽しみですね。3月30日は、三重県四日市。3月31日は、静岡県浜松でガズレレ開催。お一人様でも大歓迎。もちろん仲間同士も大歓迎。質問も考えてきてください。よろしくお願いします。はい。今回は、告知動画ですね。あと、ちょっと今ね、ホームページリニューアルしてるんですけど、ドーンと大豪華っていうよりは、ちょっとひとまずオープンして、ベータ版としていろいろ修正しながらなんで、ちゃんとできたらまた改めて。だけど、もう変わってて、みんな気づいたかな。はい。ホームページもご覧になってくださいね。リンクここに貼っておきます。ちょっと今まだ不完全なんですけど、だんだん手を入れていきますんで、よろしくお願いします。はい。そんなことで。一応ご案内、この後いつもつけてるご案内を、しますんで、見ていってくださいね。はい、じゃあ、ガズレレでした。よろしくお願いします。3月末待ってますよ。三重県は四日市と静岡浜松。お一人様でも来てね。はい。じゃあご案内どうぞ。さよなら。バイ。ガズさん、いろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生ってばっかり。僕はね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることも、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちら、ぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など、書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっち、リットムジックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け。これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみ、ガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃい。これです、これ。はい、ガズレレ歌本。こんな感じで出てますね。1冊につき50曲入ってて、ボリューム5になるんで、僕250曲ぐらいの歌本で。ガズさん、CD も出してるんでね。レッツゴー最高。これ CD なんですよ、ね、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。ガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD。 もう盛りだくさんですよ。もうガズレレで
もうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください、ね。それではまた音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう。皆さん、楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やし、自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。